サウンドジュリアです今日はですね棚をちょっと整理しておりましたらポータブルラジオの類がごちゃごちゃと出てきましたのでその時代のですね経過による、まあ、こういうポータブル家電の進化をちょっと見ていただきたいなと思って、えー、ビデオを回しております今こちらに写っておりますのは以前もちょっとブログで紹介させていただいたんですが 昭和30年にソニーが発売した TR72 というトランジスタラジオになりますこの前はですね真空管ラジオで据え置き型という感じだったんですが半導体が発明されて、まあ、消費電力が少なくなって小型ができて、まあ、こういうものをソニーが作って輸出販売を始めたっていうそういうモデルですねこれなかなかデザインもかっこいいですしただぞまいもいいんで,でこれ入手したんですけれど、まあ、今でも あの 70, 前70年前のものですけどちゃんと動作します。これなんか桜の無垢の木でできててこれハンドルなんかもですね金属でこうできてましてこう飾り金具もちょっとデザインされておりますし後ろの方もですね茎抜きとかもこうパンチングパネルがついててこう開けますと。 中が見れるんですが単一、まあの電池3本とでこちらがですねバリコンがついてて受信回路とこれはまあバーアンテナですねでこちらがまあボリュームとかついててスピーカーを駆動するまあアンプ回路ですねスピーカーなんとアルニコマグネットです時代を感じますよね今アルニコマグネットのスピーカーは高級品なんですごいなって思いますけどねでトランスドライブでスピーカーを駆動すると、まあ、マッキンのアンプと一緒ですよね まあそんな感じの構成になってます。はい。こういうあのー、矢印の部分もですね、これ金属でできてなかなかかっこいいですね。今でもちゃんと動きますのでちょっと音を出してみましょうか。行方不明者とは別に輪島市と涼市で14歳から80歳までの男女合わせて6人について。 連絡が取れず安否が分かっていないとして氏名などを公表しこんな感じですね、はい、昭和30年っていうと戦争終わって10年でここまでものを作るって、まあ、日本すごいなって思いますねはいでここから20年経って今から50年前のラジオがこちらになりますね 50年前のものとしては非常にデザインが活かしているというかかっこよくてこれ当時グッドデザイン賞を受賞したラジオになりますこう飛び出ているところがですねほとんどなくてアンテナもこういうところにですねピシッとこう格納してあって えー、特徴的なのはですねこのレバーをこうするとスピーカーと、まあ、レシーバーが分離してですねここにイヤホンを差し込んでこれをまあ胸ポケットかなんかに入れてですね通勤の時にまラジオが聴けるという、まあ、50年前の話なんでそれが画期的というそんな感じですね。で家に帰ってきたら、えー 合体させて、まスピーカーで音が出せるというそういうものになります。ちょっとこちらと聞き比べてみますか。先ほどのトランプ前大統領の陣営は24日声明を発表し、アメリカの情報機関を統括する。 イランがトランプ氏の暗殺を企てている現実的かつ具体的なということで声明ではイラン側の狙いについて、うん、あと if イムも不安な方ですね出してそうなんです寺山修司さん実はその百年のこと <music> もうこんな感じで50年前のものですがこれはですねデッドストックのものを手に入れましたので非常に程度がよくて今でも問題なくばっちり動きますので。 時々これを使っております、はい、でここからですね30年経つとこちらこれブラビアのテレビになります、はい、ソニーのブラビアの前はですねブラウン管のトリニトロンだと思うんですがこれが2008年に出てですねブラビアを関する 超小型テレビなんですけれどなかなかあの綺麗な映像で見れてですねあとあ FM と AM のですねラジオも聴けるというそういうものになりますちょっと鉄筋弾の赤なので映るかどうかちょっと分かんないですけどあ映りますね これ今電池で見ているんですけどたい電池だと8時間ぐらいは十分視聴できますね。はい、あとはあの家に帰った時は充電のこうスタンドがあるんですけどそこにこう置いてですねあのテレビアンテナもそれにつなげるのでこう番組表から録画予約すればですねこの本体の中に録画ストレージが入ってて録画してですね後で見るなんてこともできる。 なんか優れた小型テレビになります。こんなサイズ感ですね。これ2008年と。はい、こんな進化になります。なんかこういうちっちゃくて高性能って、あのソニーがウォークマン作った時のようなあの小型か高性能なものを作るっていう。何かソニーの新骨頂が出てるなっていう風うに思います。で、ここからですね。さらに遅滞は進んで。 これ2017年の、まあ、ウォークマンですね。さらにちっちゃいんですが、これまあ音楽プレイヤーで聴く人が多いんですけど、これもです、ね、あのチューナー入ってるんで、ラジオ聴けるんですよね。で、FM ワイドなんで、まあ、AM の放送局も聴けると。 まあそういういものになりますこれはスピーカーついてないんでヘッドホンで聞くという感じになるんですが、まあ、ラジオが聴けるというそういうものですねはいこんな感じとじゃあ現在はっていうと、まあ、スマホとかですね iPhone にアプリを入れれば、まあ、ラジオも聴けるし テレビも視聴できるじゃないですか、外付けチューナーとかつけなくてもアプリでテレビ見れるんですけど、あのリアルタイムよりちょっと時間差がありますし、すべての地元の放送局が視聴できるかっていうとそうでもないので、これちらのですね、テレビはあの今でもあのパソコン、まあ、ノートパソコンを触りながらちょっとテレビ見たいななんて時にこう横に置いてですね、あのよく使っております。こちらの 机のですねここに充電台があるんですけどここに入れてこちらにですねあのアンテナ線もつなげるのでアンテナ線につないでおけばアンテナをこうさっきみたいに出す必要もなくて、まあ、テレビは見れるというそういう感じですね。 このブッシュオプションでですね画質の調整とかですね音質の調整とかっていうのもできたりしますはいまあこんな感じでえ進化しているとすごいなっていうふうに 思ったんで、今日は紹介させていただきました。以上です。